再来看到恐怖组织伊斯兰国绑架两名日本人，要求日本当局72小时内支付2亿美元的赎金，否则将杀害两名人质。今天传出一名疑似伊斯兰国成员在推特发布贴文，声称已经将两名日本人质处决，稍后会公布影片。不过目前这个消息的真实性还无法证实。20日，两名日本人质遭 ISIS 组织绑架，支付赎金的时间至今已超过24小时。一名疑似 ISIS 成员在推特发文表示，由于日本的决定，两名人质后藤健二和汤川遥菜已经被处决，且相关视频正在处理中。72時間というのは、相手側が表明の中で、声明の中で表明したことであります。政府としては。依然として厳しい状況でありますけれども、2人の邦人のですね、解放に向けて、あらゆる努力をですね、関係者の中にですね、協力要請をして、今全力で取り組んでいる。そこにも関わりありません。日本政府至今仍无法证实两名人质的生死，这表示仍积极寻求各国协助。厳しい環境の中にあってもですね、やはり邦人2人のですね、祖国のその解放に向けて、関係する可能性のある、ありとあらゆる国々や、あるいは部族長や宗教団体の代表者の皆さん、そうした方に協力要請をし続けているという状況であります。为配合八大工业国高峰会的方针，日本拒绝支付赎金。但是日本防卫大臣中谷元曾与美国国防局长哈格尔联系，双方将就人质问题继续密切合作。除此之外，澳洲总理艾伯特也表示将支持日本打击恐怖主义。新唐亚太电视由心如编译。